皆さん、こんにちは。リコです。今日もまたまた朝から本当に嬉しいニュースが入ってきております。デフテックさんと b ーファーストがなんとなんと FNS 歌謡祭でコラボレーションが決定したということです。おめでとうございます。またまためちゃくちゃ楽しみなコラボレーションということで本当に嬉しく思います。 7月3日水曜日18時30分から21時54分までフジテレビ系列にて放送されます。2024FNS 歌謡祭夏。こちらの番組でデフテックさんと b ーファーストが一夜限りのコラボレーションを披露してくれるということです。b ーファーストがこの番組に出演するということが発表された時に 出演アーティストの中にデフテックさんもいらっしゃったので、ああ、共演嬉しいというふうに思っていたんですけれども、まさかまさか共演どころかなんとコラボレーションをしてくれるということで、すっごく楽しみですね。デフテックさんといえば、ソータが大尊敬するアーティストということで、以前、ラジオミリオンビリオンの中で、デフテックのマイクロさんとビーファーストソータが、 対談をするという企画もありましたよね。あの対談も本当に素敵でした。マイクロさんがものすごく愛を持って大きく包んでくださっている、そんなお人柄もとても素敵だなと思って感動した覚えがありますし、そんなデフテックさんの音楽を全身で浴びながらすくすくと育っていって、なんとデフテックさんのおかげで反抗期もなかったというソータ。 そんな尊敬してやまないデフテックさんとのコラボレーションということで、これは本当にソータをはじめとして、b ーファーストのメンバーも本当に楽しみにしているだろうなというふうに思いますし、私自身も楽しみでなりません。この夏の初めの夜に、ものすごく素敵な海風をデフテックさんと b ーファーストが吹かせてくれるんではないかなと、とっても楽しみにしています。 はい。では続きまして2つ目のお話に行きたいと思うんですが、昨夜、ジュノンのノバフレームが、ダンスパフォーマンス映像が公開されましたね。もうめちゃくちゃ素敵でした。ジュノンの持っている美しさや色気といったものが存分に発揮されていて、 私はビーァーストのメンバー全員大好きな箱推しなのでなかなか一曲を通して一人のメンバーをずっと見続けるという経験があまりなかったので一曲を通してずっとジュノンを見つめているとなんだかちょっと恥ずかしくなってくるぐらいにジュノンの魅力にやられてしまいましたコレオグラファーはシットキングスのノッポさんということで さすがジュノンの魅力を存分に引き出してくださっているなというふうにとても感じました。コレオグラバーの皆さんというのはまあおそらくご自身の得意なジャンルというのもあるのかもしれませんが本当に様々なジャンルの音楽にそして様々なアーティストの方の個性に合わせた振り付けをつけてくださるというのは本当にすごいなというふうに毎回見ながら思います。そんなジュノンのノバフレームを中心に 現在、YouTube の人気急上昇中の音楽の中で、BMSG アーティストがめちゃくちゃ活躍していますので、そんなお話もさせていただきたいと思います。まず、こちらのランキングは、本日6月19日の午前8時30分現在になるんですけれども、その時点で、まず今お話ししましたジュノンのノバフレーム、こちらが第7位にランクインしています。 さらに第9位にはバーゼルのカウンターアタックのミュージックビデオもランクインしていますそしてそして17位には b ーファーストグローアップ With アパートメントバンドバージョンということでアパートメント B のグローアップがランクインしています本当に b ーファーストもこのアパートメント B で放送された映像も含めると今かなりの頻度でいろんな動画を公開してくれているので 本当に私たちもたくさんいろんな楽しみがあって、とても楽しいですね。そんな中で現在はこの3曲がランクインしているということで、まずはジュノンのノバフレームが中心になってくるかなとは思いますが、この3曲一緒に楽しんでいきたいなというふうに個人的には思っています。そしてその他にもビーバーストマスタープラン、現在再生回数2653万回まで、 到達していまして、人気50位のミュージックビデオに入っています。そしてさらにさらに、スケジュールの中でお話ししましたけれども、本日配信終了となる動画がありまして、マスタープランのカウントダウン TV ライブライブでの映像、こちらが本日配信終了となりますので、こちらも本当に素晴らしいパフォーマンス、カメラワークでしたので、ギリギリまでこちらも一緒に楽しんでいきたいなというふうに思っています。 いや、本当にジュノンのノバフレームめちゃくちゃかっこよくて、本当にもう一人のソロのアーティストだなという感じがとてもしましたので、今後これからまたあと6人分こういった体験が待っているのかと思うと、ちょっと心臓が持つかなというくらい、一人目のジュノンでものすごくドキドキさせられました。今週末には、ソウタが出演するあの頃から私たちはの放送も 本当にいろいろと楽しいことがたくさんありますので盛り上がっていきたいなというふうに思います。はい、以上です。どうもありがとうございました。リコでした。